らっしゃいませ。エロキュートへようこそ。今日は何をお探しですか？オナニーに使うおかずですか？それとも、オナホール？オナホールは、定番の手こき系から、おっぱい、お尻型、電動タイプなどの種類があります。それとも、女の子をいじめたいですか？ローターにバイブ、コスチューム、SK グッズや MK グッズ、同性愛の方用のグッズも揃っています。そうですか。おかずにする PC 用アダルトゲームをお探しですね。それでしたら、デジタルキュート最新作、こちらの乙女スイッチ、彼が持ってる彼女のリモコンがおすすめです。どんなゲームか知りたいですか？では、ご説明させていただきます。これは、可愛い女の子に、ローターやバイブを仕込み、いつでも好きなタイミングで起動させていたずらをすることができる、夢と欲望のゲームです。このゲームの大きな特徴は、こちらの3つ。まずは、どこでもバイブのスイッチが入れられる、全く新しいシステム。その名も、どこでもバイブシステム。通称、AVS。こんな風に、女の子と何気なく普通に会話している時でも、この AVS アイコン。今、これは彼女の股間にあるローターのリモコンです。こちらを試しにオンにしてみましょう。えい。お分かりいただけましたか？今回は説明ということで、私がスイッチを押させていただきましたが、ゲーム中では、あなたがこのスイッチを自由に押すことができるのです。彼女たちが普通に過ごしている日常の中で、あなたは好きなタイミングでローターを使うことができます。それはいつ、どんなタイミングで使うも自由です。授業中？それとも、二人きりのデートの時？もしくは、大勢の人がいる人混みの中で、使うタイミングによってイベントは変化して、あなたと彼女たちの関係も変わってきます。これについては、また後ほど。そして、もうお気づきかと思いますが、そう、私を含め、キャラクターが滑らかにアニメーションしていますね。キャラクターがリアルに動き、EVS にもリアクションする。これが二つ目の新しいシステム。キュートモーションです。このキュートモーションにより、戦術した EVS の臨場感が増し、かつてない興奮を生み出すこと受け合いです。また、こんな風にアニメーションするのは会話シーンだけではありません。エロスなイベントシーンもアニメーションいたします。せっかくのエロティック画面を邪魔して恐縮ですが、一部イベントではこのように躍動感あふれるエッチシーンが堪能できます。というわけで、会話シーンでも、イベントシーンでも、あなたの下半身のお供にお使いいただけるかと存じます。そして、このゲームは、スイッチが運命の鍵になります。戦術しました DVS は、ただのいたずらできる飾りではありません。DVS のスイッチを押すか押さないか、いつ押すのか、で、運命が変わってしまうことがあります。さて、このように普通に楽しく会話している場面ですが、まずは、スイッチを押さずに様子を見てみましょうか。スイッチを押さずにいると、普通に会話が進んでいきますね。では、この場面でスイッチを押してしまうとどうなってしまうのでしょう。試してみましょう。ポチッとな。ちょっと、大変なことになってしまいました。このように、今回はスイッチを押すことで運命が変わってしまいましたが、もしかしたら、押さずにいるということで、運命が変わってしまうこともあるのかもしれませんね。その変わってしまう運命の中には、
ひょっとしたらあなたの好きな女の子にとってとても大事なことも。スイッチを使って女の子にいたずらし反応を見るのは楽しいですが、このようなことがあることも念頭に置いておいてください。まとめると、 EVS でいたずらし、キュートモーションでのリアルな反応を楽しみ、スイッチで運命の鍵を操作する。これが乙女スイッチの3大ポイントとなります。そしてもちろん乙女スイッチはそれだけではありません。女の子たちには EVS でのいたずらだけにとどまらず、いろいろエッチなことをしていきます。恥ずかしいって思うことがだんだん興奮してくるの。見られて、こんないやらしい格好でバイブを使ってるところ知らない人たちに見られてるよ。私も君と同じでエッチなことに興味津々だもん。これからよろしくね。すごいよ、こんないやらしいこと知らなかった。気持ちいい、もっとして。兄ちゃん最近忙しそうだからちょっと寂しかったんだ。また私兄ちゃんと気持ちよくなりたい。兄弟ってだけじゃもう我慢できないの。エッチなイベントは他の女の人にも用意されていますので、それはゲーム本編を楽しみにしててください。私ですか？こんなに魅力的な女性が大勢いるのに、私なんかのエッチなイベントに興味があるんですか？マニアックですね。ええ、まあ私とそういうことになるかといえばイエスなので、興味があればご覧になってください。どうですか乙女スイッチ、彼が持ってる彼女のリモコン、興味が湧いてきましたか？もし決断されるのでしたら、各店舗の通販特典、オフィシャルの通販特典などもバリエーションがありますので、お好きなところでご購入ください。あ、いけない。うちのお店のお客様に他の店舗での購入を勧めてしまうなんて。女王様が呼んでると、他のお店の紹介をしたのでお仕置きされるのだと思います。それではすみませんが、私はこれで失礼いたします。女王様にお仕置きしていただきますので、デジタルキュート最新作乙女スイッチ、彼が持ってる彼女のリモコンをお求めのお客様は、当店エロキュートではなく各店舗もしくはオフィシャルの通販をご確認ください。それでは。女王様、今すぐ肉便器は女王様のもとへと参ります。乙女スイッチ、彼が持ってる彼女のリモコン、好評発売中です。